普通の高校生がなぜか異世界の魔王になってしまい、平和な世界を目指す今日から魔王。世界の行方を左右する4つの墓も登場し、物語はいよいよ核心へ近づきます。驚愕の真実が明かされる第2シリーズ。この先の展開を堪能するために新魔国の謎に迫ってしまおうというのがこの番組です。さあ、今日から魔王司会の遠藤久美子です。そして、私と一緒に大研究してくださるのがこのお二人です。萌え系漫才師ハリケーンズ前田でございます。同じく萌え系漫才師ハリケーンズ新井です。よろしくお願いします。今日はあのハリケーンズのお二人には、はい、もう魔王通として、はいはいはい、魔王の答えの何でも聞いてください。本当ですか、はい、そんな魔王好きにはたまらないこんな企画をご用意しました。こちらです。じゃん。はい、もうコナンと村田健大研究、はい、ユーリのベストパートナーはどっちだ。どちらがユーリを支えているのか、つまりベストパートナーなのかを検証したいと思うんですけれども、まずはこちらの VTR からどうぞ。うわー！ある日突然、15歳の高校生渋谷ユーリは異世界に流され魔王になってしまいます。おめでとうございます。今日からあなたは魔王です。魔王だって。ありがとう。右も左もわからない異世界。しかしそこには彼を待ち望み、彼を支える魔族たちがいました。グエンダル、そしたらボルフラム、ギュンター、イレンチです。ヨザック、止めるんでしょ。中でも重要視すべきがこの人物、全魔王の次男でユーリの護衛役コンラッド。口で何を言ったって俺にできることなんてたかが知れてるんだよな。でも諦めたくないんだ。ユーリ、俺はあなたを信じていますよ。あなたにならできる。悪いな。そしてユーリの友人であり大賢者の生まれ変わり村田健。渋谷。村田、君は守られることになれなくちゃいけない。王には王の責任があって、絶対に最後まで倒されちゃダメだ。でないと全てが無駄になる。様々な困難に立ち向かってきたユーリに、この先さらに過酷な試練が待ち受けます。そこで今日はあえて決めてみたい、魔王ユーリを支えるベストパートナーはどっちだ。はい、ということでですね、ハリケーンさんのお二人には、はい、コンラッド派、はい、そして村田健派で分かれていただきました。二人にはこの後推薦するキャラクターがいかにユーリにとって重要な存在なのかをですね、はい、もう存分にプレゼンしていただこうと思います、はい、任せてください、はい、この企画に欠かせない3人の方を、はい、ゲストをお招きしております。はい、ご紹介しましょう。早速登場してください。どうぞ。渋谷ユーリ役の、桜井隆弘さんです。はい、どうも、渋谷ユーリ役桜井隆弘です。よろしくお願いします。そしてコンラッド役の森川俊之さんです。はい、コンラッド役の森川俊之です。よろしくお願いします。そして村田健役の宮田光輝さんです。はい、ハリケーンズの宮田光輝です。イエーイ。ところで今日はですね、はい、あの無謀にも、はい、どっちがいいパートナーなのかということをですね、はい、まあ、今更なんですけれども、はい、決めちゃっていいですか。いや、ついにこの時がもういずれは決めなきゃなと思っていたんで、はいはい、うん、いい機会だなと。森川さんは、はい、はい、もう結果分かってるんですけどね。ですよね。ね、宮田さん頑張ってください。どうです、あの初めに謝っといていいですか。勝たせてもらうんで。そうです、すごい、すいません、勝っちゃいました。今回はですね、声優の皆さんには2人のプレゼン VTR を見ていただいて、ベストパートナーにふさわしい、方の札をですね、はい、挙げていただければと思います。宮田さんもちろん村健ですよね、はい、森川さんもちろん
もちろんそうですよね、はいはい、コナトコナトですよね、はいはい、3人の今のお気持ちはでも一体どちらなのかちょっと聞いてみましょう。ファーストインプレッション。ではここでですね、最初のプレゼン VTR に参りたいと思います。まずはユーリの名付け親でもございますコナトの VTR からです。どうぞ。ユーリ、ユーリのベストパートナーの筆頭はもちろんこの人、ウェラー卿コンラートでしょう。魔王となるユーリの魂を地球に運び、大丈夫ですか、名付け親となったコンラッド。どうぞ。俺の育った故郷では7月はユーリと言うんです。どうもありがとうございます。陛下どうぞ健やかに。なんか活気があっていいね。そしてユーリが新魔国にやってきてからは常にその傍らで見守り続けます。ちゃんとこの目で見て直接会って話をして確かめたいんだ。わかりました。あ、陛下のお心のままに。やり、ウェラー卿。時にはユーリの判断を信じ、時にはその身に変えてもユーリを守ります。嘘だよね、こんなのって、こんなのって言ったはずだ。あなたなら手でも胸でも命でも差し上げると。大丈夫、俺は決して死なない。あんたに。そしてユーリのことを思うあまり、あえて敵につくことも。危険してください。嫌だ、こんなとこそ、そんな制服脱いでこっちに来いよ。それはできません。なんでだよ。ユーリが願う理想の世界を実現するためには裏切り者と呼ばれることも辞さない魔王ユーリの全てを肯定し、ユーリのために命を張れるコンラッドこそユーリのベストパートナーではないでしょうか。俺の名は上田卿コンラッド、新魔国第27代魔王。ユーリ陛下に勝利をかけて人生を誓う者を。いやー、いやかっこいい、かっこいい、かっこいい、しびれますよね、本当に。もう決まったね、もう終わりにしましょうか。そうですね。というか森川さん、自分で自分の声の時ちっちゃい声でいい声だ。でもコンラッドまだまだかっこいいんじゃないですか。はいはいはい、コンラッドがですね、ユーリにとっていかにどれだけベストパートナーであるかということをまとめてみました。こちらです、どうぞ。はい、ユーリの魂を運んだ、これも生みの親と一緒です。言ったらその次は名付け親です。で続いてが命がけでユーリを守った、矢のね、嵐の輪がユーリの盾になるとか。あとユーリのために敵についた名誉とかプライドとかコンラッドにもあるでしょうけれども、ユーリのためにあえてそれまで捨てて、名誉プライドまで捨てて、いいですか皆さん、敵につくことができる、もうユーリのベストパートナーはコンラッドしかいません。いや、もう噛んでる時代から。僕ね、ずーっと見てましたけど、一度だけね、ポロって ね言うてるんですよ。何、守られた、守ってきた、ユーリのことを守ってきたんじゃない、うん、僕はユーリさんに守られてきたんだと。殿下、殿下、王、魔王に守られてきたんだ。おうおうおう、ポロって言うたんです、うん、っていうことは守ってないですよ、守られてきたんだ。確かに言いましたよ、ライラさんに。いや、言いましたよ。いや、それやったら守られてるという気持ちがあるんで、守り守られ夫婦のような関係で。おお、桜井さん、どうですかコンラッドの存在っていうのは。なんか、うんうんうん、お母さんみたいな感じなんですよね、コンラッドって、男性なんですけど、そういうなんかいつもちょっと後ろの方からあったかい目で見守ってくれているっていう、うんうんうん、そういう本当に求めなくても、うん、
もう常にそばにいてくれて常に守ってくれているっていう、そういう元イケメンなんですよね。イケメン、イケメン、いい男だなと思って、ちょっと来ちゃってますね。森川さんは、はい、自身のそのコンラッドの魅力っていうのは、コンラッドの魅力はやっぱ優しさですよね。はい、こう全てを包み込んでくれるような。演じる時にこう気をつけてることとかあるんですか？いい声だとか思いますそれ気をつけてるんじゃない自分に酔ってるんですいやそうじゃなくて、あのね、はい、基本的にはコンラッドは、はい、魔王の今日から魔王の中では、はい、あまりこうはっちゃけられない存在なんですよ。そこの部分では我慢してやっぱコンラッド気をつけて、演じて、ね、演じてますけど、ね、森川さんはちょっと黙っといていただいて、はい、お二人犬じゃないんだからお二人から見た森川さんっていうのはどうなんですか？コンラッドではなく、コンラッドではなく、ちょっとね聞きたいなと思って、だからちょっと黙っといていただいて、人間森川さんでもコンラッドっぽいなっていう、そうですね、そう、なんかこう頼れるというか、尊敬できるですけど、はい、肩こりが激しいんです結構本人も悩んだよ肩こりが激しいですか？でも本当にアフレコのそのスタジオでもなんかやっぱ頼れるお兄さん的存在で、うん、でもシャレ言ってみたり、ちょっと面白いこと言ってみたりしながら、うん、なんかみんなちょっと笑かしたりとかしてですね、本番以外ではね、そうなんですよ、本番はビシッとやるっていう、そういう、はい、なるほど続いてはゆうりの親友でもあります、はい、村田健の VTR を、はいはい、僕から行きますよ、はい、見てみましょうか、はい、はい、じゃあどうぞ。はい、お、村田張り切ってるな渋谷。あ、センキュー。ゆうりのベストパートナーといえばこの人を忘れてはなりません。渋谷ゆうりの親友村田健。それにしても渋谷って意外にリーダータイプなんだな。で、さすが進学不良に絡まれていた村田を優里が助けたのがきっかけでした。お前らそこで何やってんの？ああ、渋谷、よし、じゃあ行ってみよう。幾度となく優里が地球と新魔国を行き来するのを手助けしてきた村田健。このものは、彼の正体はなんと4000年前に宗主と戦った大賢者の生まれ変わりだったのです。なるほど、大賢者様で、どうも。こうなっては仕方がない、彼に力を貸すだけだ。下がって。渋谷、君をきっと死なせはしない。村田は優里が真の魔王になるために知恵と力を貸し導く役を果たしてきたのです。魔力が回復していく。これが現実なんだよ渋谷。お、何度も裏切られるよ、きっとこの先何度もね。その度に君は傷つく。でも本当に傷つくのは君じゃない、君を信じてついてくる民だ。そしてそれを避けられるかどうかは国を治める者の力量にかかってるんだ。命を落とすこともあるかもしれない、大切なものを失って後悔するかも。渋谷、それを知っても君はまだやるのかな？立ち止まらずにこのまま走り続けるかい？ああ、そう、やるよ。辛いだろうけど。やっぱりね。人間渋谷優里を心から理解し意見のできる男、村田こそ優里のベストパートナーではないでしょうか。ガッキュー、うん、やっぱり村健だ。お前な。いやもう綺麗ね。この二人並んだ時はまたコンラッドと違うじゃないですか、うん、友達として友情っていうね、うん、男の友情があるがまた綺麗さがあるじゃないですか、うん、で前半見てますと、あ、こいつただものじゃないなと僕は気づいてました。第1話から知恵袋じゃないですか、うん、いろんな指示を出しはるじゃないですか結局ね、ユーリに、うん、でユーリが何回も言うじゃないですか、うん、あ、最強だよ村田はみたいな感じのことをね、村田が最強やっていうことを認めてるんです、うん、最強の上はいないんですってことは、コンラッドは最強の下なんですよ。わかりますね。ナンバー2なんです。え、桜井
さんにとって村犬はどうですか。やっぱ大賢者様っていうのはあるんですけど、うん、なんか村田個人としてのキャラクターの濃さみたいなものがすごくインパクトあって、まあ、確かに強い友情はそうですよね、感じてますね。宮田さん自身はどうですか。しっかりしてるところとボケてるところがすごい差があるじゃないですか、それがすごくなんか村犬の良さかなっていう。普段はどちらかというと優里がこう突っ込んで、でもいざっていう時にはストッパー的な役割というか、こう演じる時に こだわってることとかっていうのはこう謎を秘めたというか、はい、こう何を考えてるのかわからないキャラクターでいたいなと。やっぱりこう村犬さんとギャップとかあるんですか。似てるボケはね、だから油断も隙もない感じなんですけど、あとちょっとピンポイントで物知りなところとか。そうですね、ピンポイントですか。どういう点で物知りなんですか。健康系の情報に明るい。そんな健康そうに見えない。だから健康に気をつけてる。意外に健康だったんですね。意外に、まあ、いろんなことが判明しまして、はい、ちょっと改めて聞いてみたいなと思います、はい、もしコンラッドであれば、はい、新井さんの方にちょっと動いていただいて、今度は、はい、ははは村田派は僕の方に、はい、こちらがコンラッド派です、はい、気持ちいい固まりました、はいはい、じゃあ、はい、しましょう。あ、こっちこっち、はい、こっちですよ、こっちですよ。ほらもう迷わず、ほらそうそうそう、ほらお二人来てください。やっぱりね、そうですね、はい、3.5対2、そうですね、ですね、はい、はい、でもやっぱり私思うんですけれども、うん、あのベストパートナーっていうのは、はい、どれだけ一緒にいたかとかね、はい、なるほど、そういうことって大事じゃないですか。そうですね、はい、大切です。でこんなことをしてみたんです。一緒に写っている時間を調べたんです。お、はい、調べました。本当ですか、はい、すごい。でこちら今優里とコンラッドが映ってるじゃないですか、はいはいはい、ね、この秒をですね、はい、測り、はい、そしてこれ何、こちらは村犬と、はい、銭湯に入っています。これはカウントしないでもいいんじゃない。そう、遠いっすよ、はい、これは何、これはですよ。そうそうそう、こっち2つ映ってますね。なんでやねん。だから2人にカウントします、こういう場合は。ああ、なるほど。ちょっと待ってくださいよ。そしてあれ、しがみついてるのが有利、あのセミみたいなの。そうですね、そうです。これも入れるんですか。こういう細かいところまで、すごい。あのどっちがそう有利と一緒に映ってる時間対決ということで、はい、55話、はい、スタッフがもう寝ずに全部調べて、20話以降にしてもらえますかね。ちょっとね、前半ね、そうですね、うん、果たしてどっちがより長く優里と同じ画面に映っていたのか、うん、まずは1話から10話までの時間です。はい、ああ長いじゃないですか。だから僕これは20話目以降にしようって言うたじゃないですか。明らかにコンラッドが、ね、はい、続きまして11話から20話です。だから言うたやん、ビバコンラッド。全然そばにいない。ではもう続きまして21話から30話です。だおちょっとだいぶ増えてきた。やっとやな、やっと、うん、そうですね、いきますよ。31話から40話です。どうぞ。41話から55話でございます。そのトータルいきます、こちら。
計算間違いしろ。ダメですよ。俺の願いやろ。なおお。まあ、でも検討したらちゃいますか、20話までを考えれば、ねね、20分差ぐらいでしょ、うん、ちょうど、うん、でも勝負は厳しいですね、厳しいですね、厳しいです。まあ今回は負けてしまいましたけれども、はい、村田役の宮田さん、はい、励ます意味も込めましてですね、はい、最後はこんな企画をお送りしようと思って、おお、何でしょう、出しまして、ユーリコーナット村田出演、これがパートナーシップだ。イエーイ。どうしました陛下。あ、いや、昨日寝違えちゃったみたいで首の筋が痛いんだよ。渋谷もフォンビーレフェルト卿と一緒に寝るうちに寝相の悪さがうつったんだね。犬は飼い主に似るって言うから。俺はボルフラムの飼い犬かい。ねえ、こんなとなんとかならないかな。ギーゼラがいればよかったんですが、何分俺は魔力がありませんからね。あ、シップでよかったら僕持ってるよ。さすが村田、やっぱりお前は親友だな。し、あ、あれ、うん、手が届かないよ。陛下、貼って差し上げますよ。ここですか。ああ、いや、もうちょっと右の方か。右の方、はい、ここですか。ああ、あ、もうちょっと上、もうちょっと上、この辺かな。あ、そうそう。あー、冷たくて気持ちいい。陛下、ちょっと。あ、サンキュー、コーナット。そんなにずっと抑えてなくても大丈夫だよ。いや、陛下、手が。え、手がどうしたって。離れないんです。なんだって。うわ、本当だ、外れねえよ。おい村田、このシップ何なんだよ。え、さっき通りすがりにフォンカーベルニコフ卿からもらったんだけど。アニシナさんに。うん、何何、一度ついたら離れない、完治するまであなたのおそばで看病看病、ぴったり張り付くパートナーシップくんだって。パートナーシップって難直な。いや、まあ、アニシナさんらしいっちゃらしいんだけどさ。陛下、 あまり動かないで、動きに合わせるのが大変なんです。なんだか渋谷が腹話術の人形になったみたいだな。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないだろ。なんか外す方法はないのかな。ですから陛下、あまり動かないでください。まあいいじゃない、これで上田卿もいつでもそばにいて渋谷を守れるんだからさ。ごく前向きに考えればそう言えなくもないですね。いや、言えねえ言えねえから、コンラッド。てか、この体勢じゃどう考えても俺は守れないだろ。すごい、はい、すごいですね。贅沢、素晴らしい、はい、いかがでしたか。いや、シップとパートナーシップをかけるっていうところがなんともグッときましたね。でもなんか魔王らしい感じな、なんか仲良しの3人が最後にこうやって生のドラマでできて、まあどちらもこう捨てがたいベストパートナーだなと思いましたね。はい、森川さんいかがですか。はい、なんかこうより、まあ今回こういうことありましたけれども、よりこうなんか絆が深まった感があって、来週からまたしっかりと頑張りたいと思います。二日酔いできたらダメですよ。はい。ない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 。はい、これからもですね、渋谷がこうピンチになったらみんなでこうサポートして助けてあげたいなと思います。はい、素晴らしい生ドバありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。今日から魔王大研究、今回コンラッドと村田さんをですね、無謀にも対決させてしまったんですけれども、最後は仲良くなってよかったです、はいはい。今後ですね、この2人がユーリの未来にどのように関わっていくのか、やっぱり楽しみですね、はい、ということでお楽しみに。